日本岡山県ヤカ町ヤカゲヤは、岡山県小田郡ヤカ町にある大技である。道町の役場所在地、かつての織田郡や影村にあたる。近世においては、西国街道の宿場町として、大いに繁栄した。現在も古い王子の町並みが残り、岡山県指定町並み保存地区となっている。また、当時から現在まで、ゆずべ氏が、名家として知られる。 郵便番号は、郵便番号714-1201。町のほぼ中央に位置し、小田川の北岸に東西に長い町筋を作っている。江戸時代、この町筋は、西国街道で、その宿場町として栄え、王子を忍ばせる景観が今も保たれている。町並みから外れた地点は、田畑が広がり、北側から東側は山地に囲まれ、山陸に集落がある。 南方は西から東へ小田川が流れ、西隣の東川も北から流れてきた三山川が当地西南で小田川に合流する。このような立地から古くからたびたび水害に悩まされた。東川面と統地の境界は三山川の旧河道の自然堤防である南北に長い備光地となっている。ヤカ神社、神言、宗多門寺、道観音寺、道仙教寺。 総当州随分寺、道大公寺、浄土州大諸寺及び、瀬尾兼康の板という中山城跡、庭瀬藩、陣屋跡、道義僧跡がある。また、旧屋影本陣石屋、旧屋影脇本陣高草屋は共に、現状のまま残り、国の重要文化財に指定されている。以前は、米、麦、旗箱、発花、いぐ麻油、木製品、焼き譜、 手延べ麺等を主要産物した。現在は米と手延べ麺以外は衰退している。また、近世より湯べ市が名家として知られており、当地で宿泊した天章院が大変気に入り、大量購入したことが記録に残っている。現代においても製造、販売されており、武者の工事さねやつも食事好評を博した。この地方は古代には、 和明省に乗る織田軍実情教の一部とされる。古代から山陽道の用地として集落が発達し、南北町の頃には織田駅に代わって宿駅的集落になっていたらしく、大安4年2月、九州短大となった今川貞代が最下の途中、八影に宿泊したことが彼が記した道中日記、道行きぶりの中に記載されている。この頃は、 ヤ影は、西実城村と呼ばれる地域の一部であった。この地方は、中世末期から、毛利市の勢力下に置かれ、原ヤ影町横谷からマビ町にまたがる、サルケン山城の少子が支配した。慶長5年9月の関ヶ原の戦いの後、徳川幕府領に入り、ついで備中松山藩池田市の所領に移る。官営12年、参勤交代の制度が実施されると、 ヤ陰は山陽道の宿場に定められ、本陣、脇本陣、どん屋などが整えられた。官営16年、池田氏が上風になると、一時幕府領に服した後、元禄12年、庭瀬藩板倉氏の領地となった。江戸時代には、宿駅に指定された町域を、室係町と称し、他の農村部をヤ陰村と称するようになった。 八陰村1055国8都12章3号、八陰村は、東三成村と合わせて1171国1都4章4号、町分に、王将や、石池があり、代々本陣を務めた。明治5年、町分、村分を合わせて一つの八陰村とし、同22年6月1日、同軍小林村と合併して新たに、八陰村をき急村を大技とする。八カ村は、 同29年1月16日、調整を実施。昭和29年5月1日、道郡三河村など小村と合併して、新しい矢カ町を作った。矢カは、元、矢ヤもしくは、矢カの字が使われていた。今川貞代は、道行きぶりの中では、矢カという里に留まりぬと記しており、この地で物にした、物の符の儲け名なれば、 アズサユミに誰かなび飾るべきの一種を書き添えている。やかげの表記はこの歌から取って用い出したという説があるが、詳細はわかっていない。ありがとうございます。